ンポン。あかりちゃん、なんや、あかりちゃんは何か後悔していることはありますか？ここに入部したことかな。なるほど。確かに背景が黒板だけって少し寂しいですよね。後悔の理由はそこじゃねえよ。あやは、ジョークジョーク。あかりちゃんとはもう長いお付き合いですから、あかりちゃんの後悔の理由わかってますよ。これでしょ。お前だよ。てかそれ何、またまた。そんなツンツンしちゃってもう。このお茶味さん、くっそ腹立つ。芝こうかな。お腹がツン。さーて、先生は何か後悔したことある？あかりちゃんのお腹ツンツンしたことかな。あおいちゃんはある？ボンゲで名前におちょぎりだってつけたこと。なんでつけたの？スイノちゃんは何かある？ちょっと裁判と増やしすぎたことですかね。おい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 。うわ、なんや。ねえ、見て見て、仙台行ってきたんや。え、旅行かなんかか？いや、久々にズンコと遊んできてな。サタデーナイトフィーバーたりたりぽー。彼女そんなキャラなの？あ、そうだ、実はお土産にグッフ牛タンシャーピー買ってきたんや。へ、ええー、な。みんなで食べるで。確かカバンの中に。お、あったあった。じゃじゃん、じゃじゃん。なんだと？あれは、これは確認不足やし、しゃーない。く、確かにうちがこれ買おうとするときズンコが、え、お前それでええんか。で、微妙なリアクションしとった理由がわかったわ。いや、気づけよ。さっきサタデーナイトフィーバーたりたりぽーとか言ってるやつがそんなマジトーンだったら普通ちょっと警戒するやろ。まあ、お前がいいならいいと思うよ。こいつわざとか。ことの葉あかね、一生の不覚。一生の不覚乱獲してる人生で腐る。なんでお前、ほら、やめすか。にゃ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 。うるせえな。はい、二人とも落ち着いて。だってこいつは。はい、とりあえず喧嘩は良くないで仲直りして。まあ、すまんかったな。まあなんや、仲直りの印にビービーチャーキーやるで。ててこれ必要だろうか。そうだった。けどなんやお前。にゃ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 。お前ら、このビーフジャーキーどないしよう。困ったな。あ、そんなビーフジャーキーを持ちながらフラフラしてると、やばケルベロスに食べられますよ。もっと早う言うて。